こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は私の競馬論、やっていこうと思うわ。おお。今日は何をやるのかしら。今回は2022年菊花賞直前ということで、菊花賞ネタをやっていこうと思うわ。おお。時事ネタね。と言っても、普遍的なテーマを取り扱うけどね。というと、2022年の菊花賞、メンバーは非常に手薄。稀に見る低レベルの菊花賞と言われているし、私もそう思うんだけど。確かにねえ。皐月賞のジオグリフ、ダービーのドウデュースは天皇賞と凱旋門賞に取られちゃったし、正直菊花賞に来れば距離さえこなせれば勝てるだろう。というイクイノックスすら天皇賞だもんね。ジオグリフは父がドレフォンだし、2000メートルでも怪しいと思うんだけど。まさか天皇賞春と菊花賞を勝った北サンブラックを父に持つイクイノックスが回避なんてね。まあ、前に菊花賞が軽視されている、勝ちが低下しているなんていう動画も出したけど、その通りになりつつあるのかもね。おお。で、今回は菊花賞の何をやるの？今回は競馬の格言が正しいのかをやっていくわ。どういうこと？菊花賞は強い馬が勝つっていう言葉聞いたことない？本当に強い馬が勝つとも言うわね。そして皐月賞は速い馬が勝つ、ダービーは運のいい馬が勝つと言われるわね。そうね。その格言が本当なのか検証してみたわ。おお。一体どうやって？調査方法としては、1970年から2020年までのデータを1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代と年代別に分け、皐月賞、ダービー、菊花賞を勝った馬の生涯成績を抽出したわ。そして、オープン特別、平場オープンは含まずに重賞のみの1着成績を G1 を10点、G2 を5点、G3 を3点とし、ポイント化したわ。なお海外レースは格付けなしは0ポイント、格付けありの場合は国際グレード及びグループでポイントを付与したわ。おお。それが2010年代の一覧ね。このようにポイント化し、比較することで本当に菊花賞馬は強いのか検証できると思うわ。そして本当に皐月賞馬が速いのか、ダービー馬が運がいいのかもね。おお。結構大掛かりな企画ね。ただ、問題があるわね。まず、グレード制導入前の重賞の格付けのポイントをどうするか？そして、2着や3着の構想を無視しているのはいかがなものかと。もちろんそれは考慮しているわ。グレード制導入前の格付けはグレード制導入後の最高グレードで調査をするわ。つまり、ナルオ記念をグレード制導入前に勝った馬は G2 扱いでポイントが加算されるわけね。つまり、2022年にナルオ記念を勝った場合は G3 扱いということね。そして、2番目の評価の抜けと思われる大レースの2着、3着を考慮しないところだけど、これは競馬の本質を考慮して、勝者以外は評価しない形式を取るわ。それだと、ホリスキーや皆川マンナや奇跡が評価されなくなっちゃうわよ。まあ、そこは難しいところだけど、強いなら2着じゃないからね。主役になれるはずだし、陣営も2着になるようには送り出してないわけだし、難しいけど、無視するということね。それに生涯の成績を数えるということは2歳戦も数えるわけだけど、これはどうして？強いという評価項目に早熟性も考慮されると思うわ。俗説だけど、菊花賞馬は遅咲きである、万世であるということを加味するならね。つまり、早くから活躍するというのも強い馬の評価項目に入るということね。そういうことね。万世の馬にも2歳重賞は勝ち上がりさえすれば門戸は開かれているし、反対に早熟の馬が万世の馬に成長で並ばれたり、抜かれたりしても小馬の重賞の門戸は開かれているという意味では評価項目に入ると考えるわ。2歳重賞はどうするの？新設ラッシュだけど。昔に重賞でなかったレースはグレード制以前は除外し、ポイントは入らないわ。あとは総重賞数が年度が進むごとに多くなるけど、それはどう思うの？そこは後で総計を出して考えていこうと思うけど、それ言っちゃうと馬の出走数が少なくなってるというもの考慮しないといけなくなるから、無視するところは無視していくわよ。おお。まあ、
この前提で進めていくけど、果たして本当に菊花賞馬は強いのかしらねえ。嫌な検証ねえ。じゃあ、解説スタートよ。菊花賞は本当に強い馬が勝つ。競馬ゆっくりが競馬をやり始める前から囁かれていた競馬の格言である、皐月賞は速い馬が勝つ。これも競馬ゆっくりが競馬を始める前から囁かれていた格言なんだけど、ダービーは違うの？私が記憶するにはダービーは運のいい馬が勝つというのは昔は言われてなかったわ。は？言われ始めたのが2000年代後半で一般化したのが2010年代後半だと記憶しているわ。まあ、一競馬ファンの記憶だしね。日本ダービーの格言の初出は私が記憶するには某インターネットの掲示板で見たのが最初だし、ある意味インターネットミームが定着したという印象だわ。まあ、皐月賞、菊花賞には格言があるのにダービーにはないから収まりが悪くて創作したという感じね。競馬関係者の創作ではないのは確かだと思うんだけどね。関係者にとってダービーは特別なもので、皐月賞、菊花賞と違い格言がつかなことから見ても特別なレースだったんだからね。最近はスマホゲーの影響かやたら異名や二つ名つけたがる層がいるからね。まあ、ゲーム界隈は IP の権利取得が難しいからね。わずかな素材を見つけて、擦り続けないといけないからね。悲しい業界ね。さて、競馬老人会の愚痴はこれくらいにして、本当に菊花賞馬が強いのかどうか、検証していくわよ。初手口とか、クソジジイじゃねえか。まずは1970年代からざっと獲得ポイント一覧を見ていってから、考察するけど、これが1970年代のデータね。緑色に塗ったセルは二冠馬を表しているわ。やっぱり二冠馬の谷のムーテー、北の勝どき、竹ホープの点数はどうしても高くなるわね。二冠取れる時点で強いからね。一番右横の世代平均ポイントも高くなる傾向があるし、ただ、その中で敗成功、東証ボーイなんかは40ポイント超えているし、皐月賞馬が案外強そうね。まあ、菊花賞にもグリーングラスがいるし、30ポイント以上を見ても日本ピロムーテが入ってくるし、案外ダービーが振るわないわね。40ポイント以上は皆無だし、30ポイント以上もカツラの敗成功、桜勝利しかいないし。まあ、G1 クラスが98大競争しかない時代だからね、やっぱりポイントは伸びづらいわ。おお、こちらが1980年代のデータね。黄色いセルは三冠馬ね。ポイントがやばいことになってるけど、ミスター CB とシンボリルドルフのポイントが倍近く違うのが悲しいわね。やっぱり三冠、二冠を取る馬は強いけど、40ポイントを取る馬は菊花賞馬のスーパークリークのみということで、強い菊花賞馬出現ね。皆川マンナ、ホリスキーは構想が多かっただけに残念だわ。アルゼンチン共和国杯は名レースよ。30ポイント以上の皐月賞馬はやえの無敵のみ、ダービーはゼロ。なんか、これ見るとダービー馬が谷間になってる気はするわね。まあ、これと同時期やこれより昔は技術的に怪我が多かった時代だし、で、これが1990年代のデータね。DM オペラを93ポイントってやばすぎー。三冠の成田ブライアンを超えてるわね。また、ダービーからもスペシャルウィークの63ポイントが出ていて、ダービー不作の印象を払拭してるわ。菊花賞がエグいわね。65ポイントのメジロマックイーン、50ポイントのビワハヤヒデ、45ポイントのマヤノトップガン。30ポイント台にもライスシャワーと成田トップロードが出てるからね。この時期は菊花賞が本当に強い馬が出る、というのは現実ね。皐月賞、ダービーのその他が非常にまずいポイントね。2000年代のデータがこれね。ディープインパクト95点。おかしい数字ね。ディープが国内で残した数字は唯一無二だからね。皐月賞は63ポイントの台はメジャー。ダービーはウォッカの73ポイントと歴史的名馬級の馬が出てるけど、この時期の菊花賞は、30ポイントのヒシミラクルとマンハッタンカフェがいる程度ね。強かったけど、ちょっと実績が足りなかったわね。オーケンブルースリも構想はする馬ではあったんだけどね。まあ、デルタブルースもメルボルンカップ勝ってるけど、
G1 扱いでプラス10ポイントだし、この頃の競馬ファンだと1990年代の菊花賞を知る人とは反対の競馬感を持ちそうね。で、最新のデータ。2010年代はこんな感じよ。オルフェーベル85点。コントレイル58点。マルデルドルフと CB ね。歴史は繰り返すらしいわね。サツキ賞からは43ポイントのビクトワールピサ。30ポイントより上はロゴタイプ、イスラボニータ、サープルナーリアが入っているわ。その反面やっぱりダービーは低調ね。レイデオロの35点が目立つ程度だし、菊花賞は85ポイントのキタサンブラックが歴史的名馬ね。また30ポイント以上も里のダイヤモンド、フィエールマンがいるし、エピファネイアが30ポイント超えられないのは福永が反省すべきことだということで、切れてるわねー。三冠馬、二冠馬を抜けた存在としてあまり語らなかったけど、こうして見てみるだけでもなんとなく各レースの色というものは見えてきそうね。サツキ賞は早熟っぽい馬が勝つから、2歳重賞分ポイントが上がると思ってたらそうでもなかったわね。小馬でも爆発した馬がいたし、反面、菊花賞馬でも春から活躍していた馬が結構いたりね。まあ、世代のレベルというのもあるんだけど、菊花賞馬は年に一頭しか出ないし、ある程度変動要素は無視するけど、これからグラフなんかを用いて深掘りしていくわ。まずはこれね、これは世代別レート平均値。サツキ賞、ダービー、菊花賞を勝った馬のポイントを平均化し、世代ごとに平均ポイントの変化を比較したんだけど、やっぱり時代が進むごとに上昇しているわね。2010年代がレートの平均値が高いのを見るとそう思えるわ。しかし、確かに G1 なんかが増えた1990年代までは上がっているけど、2000年代で一回下がっているのは不可解ね。確かに、また2010年代は海外挑戦の結果が花開いているから、国内だけの数値ではなくなっているから、価値の総量が違うということも考慮に入れないとね。それでも1970年代に比べて、約 G1 クラス1勝分の10ポイント程度平均が上がっているのは特筆すべきことね。G1 が勝ちやすくなったとも言えるし、強い馬が強い結果を残しやすくなった。故障しにくくなったとも言えるし、単純に格の高いレースが増えたとも言えるわね。ここで気にしてほしいのは、ポイントを稼ぎやすくなっているということと2000年代になぜか原因不明の現象が起きていることね。これがファクターなわけね。で、世代別にサツキ賞、ダービー、菊花賞のレートがどのように変化していったかを比較するグラフがこれね。どう見ればいいのかしらね。青い棒グラフが三冠馬、二冠馬を含めた平均ポイント、黄色い棒グラフが三冠馬、二冠馬を含めた中央値を示しているわ。赤い棒グラフが三冠馬、二冠馬を含めない平均ポイント、緑の棒グラフが三冠馬、二冠馬を含めない中央値を示しているわ。青と黄色の比較で勝った馬たちのクオリティを測り、赤と緑でサツキ賞や菊花賞のみ勝った馬のクオリティを示しているわ。おお、平均値と中央値はどう違うの？平均値は傑出した成績の馬もクラシック1勝しかしていない馬の実績を混ぜ、平らにした指標ね。言ってしまえばサツキ賞を勝った馬は10年間1頭あたりこれだけのポイントを稼いだという指標。そして中央値はサツキ賞を勝った馬の中で真ん中の実績を持った馬のポイントはこの数字であるという数字ね。平均は上振れした場合の数字、中央値はサツキ賞を勝った場合どの程度ポイントを取れるか。ということね、ウイニングポストで言うと、上振れした場合の期待値が平均値。爆発力で、強い馬を作れる配合評価と呼ばれる配合の上等さを示す期待値が中央値というところかしら。なかなか難しいわね。1970年代のデータを見るとなんとサツキ賞の数値が一番高くて、菊花賞がそれに続き、ダービーが最下位ね。まさか、こんな数字になるなんて。二冠馬の数が5頭で、サツキ賞、ダービー経由が4頭、菊花賞経由が2頭という影響もあるわね。サツキ賞、ダービーの青と黄色のグラフが高いのはその理由ね。赤と緑の比較でもサツキ賞、菊花賞の順で優秀でダービーだけが突出して低いわね。少なくとも1970年代は菊花賞が本当に強い馬という論証は取れないわね。ダービー馬が弱いということは言えそうだけど、
次は1980年代を見てみましょう。やっぱりここでもダービーが一人負けね。今回は皐月賞に3冠馬、2冠馬が5頭経由、ダービーは3頭経由、菊花賞は4頭経由だから皐月賞に有利な数値だけど、それでもダービーの低さが、特に緑のダービーの味方った馬の中央値が10点って、ダービー以外勝てませんってことじゃん。故障が多いだろうと思うんだけど、ダービーの競馬業界内での絶対性がこれには絡んでると思っていて、ダービーは生涯一度だから無理して出しちゃうからこのデータに繋がったんだと思うわ。おお、無理させて勝ってぶっ壊れちゃうわけね。悲しいけど、それほどダービーは重いのかもね。推論ではあるけど、それでも、3冠馬、2冠馬が多いにしろ、皐月賞、菊花賞が競り合っているわね。案外皐月賞が優秀なのが驚いたわ。1990年のデータがこれなんだけど、はあ、全体が伸びているから皐月賞、ダービーの増加はわかるけど、菊花賞の伸びがえぐいわね。そう？しかもすべてのポイントが36ポイントを超える異常な事態なの。強い菊花賞馬が毎世代出てきた世代ということね。原因は正直見当つかないわね。3冠馬、2冠馬も皐月賞経由が5頭、ダービー経由が4頭、菊花賞経由が2頭だし、確実に小馬で活躍している馬たちね。強いてあげるとするなら今まで小馬で花開いていた万世の馬たちが調教や育成の技術の向上で菊花賞に間に合うようになった。また、バブルで輸入しまくった種母馬や繁殖品馬によって菊花賞に間に合うようになった。と考えるけど、でもそれじゃあ、皐月賞やダービーはさらに数値が良くなりそうなもんだけど。美穂のブルボンだったり、東海帝王だったり、成田ブライアンだったり、サニーブライアンだったり、アイネス夫人、フサイチコンコルド、アドマイアベが、無理しすぎたのか故障したり、小馬で案外だったり、故障しがちだったり、早熟というのは急に離れないからね。まずは早熟かは菊花賞を通過した。それが私の推論ね。菊花賞はレオダーバンとダンスインザダークくらいだしね。2000年代のデータがこれね。菊花賞が急にしぼんだわね。でもダービーが過去最高ね。まあ、皐月賞も菊花賞も地盤沈下しているわ。これは菊花賞が本当に強い馬なんて言えないわね。皐月賞はノーリーズン、ビクトリー。菊花賞はスリーロールス、ソングオブウィンド、ザッツザプレンティ。故障もあるけどね。もちろんそれはあるけど、それを除いてもこの置き方はね。だから第二次競馬ブームの人とこの頃の競馬ファンの菊花賞感が違うのかもね。どういうこと？1990年代の初頭からその以前にかけて、スーパークリークを呼び水にして菊花賞馬が強い時代が形成されたわけよ。それ以前は皐月賞と変わりなかったか、少し落ちるくらいだったのがね。そして、この時期というのは第二次競馬ブームと時期が被るわけなのよね。つまり、この読み人知らずの格言は競馬の人口が爆増した世代の共通の認識になったということかしらね。そういうことね。皐月賞は速い馬っていうのは速いの定義がよくわかんないからね。仕上がりの速い馬とも言えるし、純粋なスピードがある馬とも言えるし、だからこそ皐月賞はそんなに批判されないのかもね。まあ、競馬漫画のシルフィードで言及されたのが大きいとは思うけど、菊花賞は本当に強い馬が勝つって。シルフィードは競馬知ってる人からするとギャグ漫画なんだよなぁ。やめろやめろ。で、競馬ゆっくり的には1990年代の小馬で本格化する馬の早熟化が菊花賞馬が強くなった理由で2000年代に熟化が進んでダービーまで到達したということ？そうね。NHK マイルカップの創設ももちろんあるんだけど、ただここで年代別レート平均値を見ると明らかに右肩上がりなのに2000年代だけ停滞しているのよね。 G1 レースや重賞レースは昔より増えているし、どういうことなのかしら。個人的に絞り出した理由だけど、1990年代はバブルで種母馬、繁殖品馬のレベルが上がっても時代が経ってないから波及効果は一部であった。しかし時代が経つとある程度の効果が平均化し、傑出馬の数が増えたのではないかと考えるわ。つまり競馬のレベルが上がったと。またサンデーサイレンスという怪物が種付けをしまくり、
1990年代中盤から2000年代終わりにかけて、サンデーにあらずんば馬であらず、というような平家防衛的ポジションであった。サンデーとバブルの影響で馬のレベルが上がり、戦国時代になり、その分ポイントを結出馬が簡単に奪えなくなったわけね。だから、一時的に平均レートが下がり、また向上した。この向上分は新設の重賞レースや海外レースの分ね。結出馬の国内の苦難は変わらないのね。国内に関して言えばノーザンファームの使い分けなんて言われているし。もっと悲惨かもよ。うわぁ、で、これが最新のデータになる2010年代のレートだけど、結局ダービーは1970年からのデータ通りに各編で最下位の定位置に落ち着いたわね。菊花賞も皐月賞も平均レート通り上昇しているわけだし、ただ菊花賞、ダービーという早熟化の変動は皐月賞の数値が高いから感じられはするわ。早熟化はどんどん先鋭化していくわね。言うて早がれじゃないからね。早くに完成するということね。おお、やっぱりダービーは無理して勝つ馬がいるの。改善としてレートは低いわ。菊花賞も高いとはいえ北サンブラックの影響がでかいし、皐月賞が1970年代から高レートを維持しトップに立っているわけね。なんか意外だわ。菊花賞は回復傾向にあるから、2000年代の競馬ファンの菊花賞軽視のバッシングからそんなことはないと擁護する人たちがこの世代の競馬ファンね。つまり、第二次競馬ブームファンと新規ファンが菊花賞本当に強い馬活説の信奉者で2000年代のファンが疑問を持ってる説の人たちなわけね。第一次の競馬ブームの人は？ああ、あの人たちは敗成功正義、竹ホープ悪の人たちだから。は？このグラフは皐月賞の各年代のレートの変化だけど、年代別の平均レート通り動いている割には全ての時代において変わらないレートを残しているわね。まあ、2歳戦、3歳戦での結果がいいだけとも言えるけど、それは前提条件で話しているから無視するわよ。で、これがダービーね。ダービーは2000年代に早熟化の恩恵を受けつつも、無理するレースとしてレートは低いわね。一応年代別のレートの向上と連動はしてるけど、運がいい馬が勝つ。というのはあながち間違ってないかもね。昔は28頭だかものすごい頭数で走ってたからね。運も必要だしね。それに出走できるような運の強さ、無理して散るような儚さも持っている競争ね。おお、なかなか趣があるわけね。で、本題の菊花賞のデータね。やっぱり1990年代の絶好調さは各世代のレート平均値を上昇させるまでになってるわね。そうね。その印象と第二次競馬ブームの人口の多さで菊花賞は本当に強い馬が勝つという格言が信じられるようになった感じね。ただ、やっぱり世代別のレートを見るとダービーと同じく早熟化の恩恵を受けた世代以外は連動しているし、本当に強い馬が出るとは言えないわね。おお、ただ、この調査をしてみて思ったんだけど、三冠レースで最も数字がいいのは皐月賞でいい馬を出しているんだけど、めちゃくちゃ強い馬という視点に立つと菊花賞は皐月賞、ダービーに比べて多く出しているわ。おお、グリーングラス、メジロマックイーン、スーパークリーク、ビワハヤヒデ、マヤノトップガン、北サンブラック、40ポイント以上の馬で2冠、三冠馬じゃない馬は6頭もいるわ。皐月賞は敗成功、東証ボーイ、TM オペラ王、ダイワメジャー、ビクトワールピサの5頭、ダービーはスペシャルウィーク等をか。確かに皐月賞と僅差でしか勝ってない。しかし、この結出馬の数が菊花賞進行には大きいものがある。日本の競馬はクラシックも大事だが小馬路線の天皇賞も重要視されてきた。菊花賞を勝った結出馬は鬼のような強さで日本の王道を突き進んだ。日本の競馬の価値観としては菊花賞馬進行というのはわかる話だし現実であろう。おお、綺麗にまとめたわね。以上になります。調査やってて思ったけど皐月賞の評価が低すぎて草だったわ。こういう数的な調査すると思ったより違う結果が出て焦るわよね。だから皐月賞、菊花賞には格言が作られたのかもね。ダービーになかった理由は、そういう理由というね。
ダービーの運のいい馬が勝つっていうのは初めて聞いた時も今聞いても上ずって聞こえるのよね。ダービーは唯一無二のものでダービーだから。ということね。しかし、2022年の菊花賞はメンツがなぁ。それを言っちゃおしまいよ。2008年だか2009年にエクイターフ導入されたけど、それも地味に関係ありそうなんだよね。どういうこと？体ができていないクラシックで激走しても壊れる馬が少なくなったと思うのよね。おお。だから、決出馬のレベルが上がっているから決出馬が出にくいし、アーモンドアイやタイトルホルダーがすごいのはわかるんだけど、適正外れたら、コロッと負けちゃうし、適正勝負で昔のどこでもどんな距離でも強い馬という子供が憧れる馬って減ったよなぁ。だから、検証馬投票で揉めるのよね。競馬ファンにも様々な価値観があるし、この菊花賞は本当に強い馬が勝つ。という格言一つにしてもこんなに紛糾するわけだし、最大値を取るか、平均値を取るか、最低値を取るか、難しいわよねー。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。